皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。最近話題の吉本興業、キングコングの西野さんが辞めたとか、オリエンタルラジオが辞めたとか、宮迫さんが未だ戻りたいとか、いろいろ言われていて、いや、論文の淳や、いや、俺はずっといるんだとかね、いろいろ、YouTube とかの動画で出てるんですけど、まあ、正直見る側にとっては、別に吉本に所属してようが所属してないが全く関係ないというですね、なんかその芸人さんたちはそれ自分が所属しているのか、それともフリーなのかっていうことはすごい重要なことだと思うんですけど、見る側にとってはどうでもいいよねと。別にね、例えば中田敦彦さんが吉本興業にいるから彼の YouTube を見るのかって言ったら別にそうではなくて、彼の YouTube が面白いから見るんであって、別にそれが吉本にいるとかいないとか何も関係ないわけじゃないですか。で、もちろんその本人たちにとっては所属しているのかフリーなのかっていうのはそれは大きなことだと思いますけれども、こちら側のその見る側からしたら別にね、その芸人さんが面白いのか面白くないのか、そのコンテンツが面白くないのか面白いのかっていうだけで、別にね、それが吉本に所属してようがオスカーに所属してようが、別にね、どっかのプロダクションに所属してようがフリーだろうが何も関係ないんですよね。もちろんその、なんていうか、お家騒動はやっぱり面白くって、ね、そのなんか、ね、その会社のどっかとね、対決したとか、喧嘩になったとか、辞めたとか辞めないのとかって、まあ、それ自体は、それ自体のエンタメとして、まあ、面白いのかもしれないですけれども、なんていうか、すごいなんか、芸人さんたちがその YouTube に上げて、もうしきりに、なんか吉本論を語ってるのを見ると、別にそんなに別に吉本だからどうのってことは何もないんだけどなっていうのは見る側からするとあるんじゃないかなと思います。で、特にこれ関西の人は分かんないのかもしれないですけど、関東の人とか、まあ、関西以外の人にとって吉本って本当に知名度がないっていう言い方変ですけど、そこにすごい思い入れはないんですよね。別にその吉本興業とか吉本芸人っていう言葉は知っていて、吉本っていうのは有名なね、知名度のあるものっていうことは知っていても、お、吉本なのすげえみたいな感覚は多分関西以外には全くないと思うんですよね。だから別にそのお笑い芸人が吉本出身なのかとか所属しているのかって、多分その関西以外の地域で気にしている人はほとんどいなくて、あ、なんか最近なんかテレビで見る面白い芸人さんなんだよねって言った後から、あ、この人吉本なんだって知るっていうパターンの方が、関西外では多いんじゃないかなと思います。まあ、もちろん例えば宮迫さんみたいな場合、宮迫さんみたいになんか辞めさせられちゃって、その結局辞めさせられちゃったがためにテレビに出れなくて、アメトークに戻りたいみたいな人はやっぱり吉本に戻らないことに、いくら YouTube で活躍しても、まあ、テレビに戻れないっていうね、その要は忖度、まあ、圧力ではないけれども忖度が、まあ、行われるっていうことは、その視聴者から見てふざけんなみたいな話だとは思うんですけども、ただなんかそういうのも早く取っ払って、別に、ね、吉本にいようがいまいが、ね、面白ければ別にテレビに出せばいいし、まあ、そこにはまたスポンサーの意向ということはあるんでしょうけど、スポンサーの意向があるのは当然で、だけれども別にね、吉本にいるとかいないとかって何も関係ないわけじゃないですか。で、まあ、そもそもね、お笑い芸人とか、もうそのタレントっていうのはまあ実力次第みたいなところもあるので、まあ、昔はね、その実力じゃなくてコネがあったりとか、事務所の力とかっていうのがあったと思うんですけど、まあそんなことをね、今は関係ない時代になったので、なんかその吉本を辞めるとか辞めないとかね、俺は所属だとかずっといるとか戻りたいとか、まあはっきり言って見る側にとってはどうでもいいかなってことを、芸人さんたちは気づいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあそれよりもね、本当にその人が面白いのかどうかっていうことで全ては決まるね、時代になってきて、まあ YouTube とかブログとかネットで発信すれば、もうもはやどこが所属っていうことは何も関係ない時代になってきたのかなというふうに思います。